さあ攻守方向入れ替えまして、これよりファイナルクォーター第4クォーターに移ります。広島大学セカンドイレブン、パス不成功です。クォーターバック16番、中央切り込んだ92番にパスを投じましたが、これは島根大ディフェンスカバーしましてパス不成功。サーダンに変えます。広島大学サーダンイレブン、パス不成功。ここで奥に走り込んだ0番81番をターゲットにしましたが、これもパスカバーありまして不成功となっています。フォースに変わります。ここでホイッスル。広島大学ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。さあタイムアウトを取りました広島大学、ここは一旦状況を落ち着かせるために、取ったものと思われます。フォースダウンイレブンの状況、パンプフォーメーションを取りました。28ヤード付近に飛びまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー、変わりまして島根大学に移ります。島根大学自陣28ヤードからファーストアンテン、パス不成功。ここでポストパターン走りました。36番にパスを投じましたが、36番、これをディフェンスのカバーにキャッチできず、パス不成功。セカンドダウンに変わります。島根大学セカンドダウン10、パス不成功。今度は10番がターゲットでした。しかしこれもタイミング合わず不成功。サードに変わります。さあサード運転、どのようなプレーを持ってくるでしょうか。
中央に並んでいた。キャリア10番ハンドオフから密集点を突き抜ける勢いで一気に突入いたしました。しかしわずかに攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンに変わります。姉妹大学フォースダウン2パントフォーメーションを取ります。このパントは大きく飛ばず相手陣入ったところで外へ出まして、この位置で投手交代テイクオーバーで広島大学に攻撃権があります。広島大学相手陣47ヤードからのファーストアウト。クォーターバック16番右に展開した0番にパスを通しまして、攻撃権更新になったでしょうか。約9ヤードほどゲインとなっています。パスキャッチしましたのは0番の大島です。静岡聖光学院出身の1回生です。広島大学セカンダウン残り1ヤード。ここでランプレーによって攻撃権更新です。広島大学ファースト、この1ヤード確実にエース1番のランで攻撃権更新果たしました。広島大学ファーストダウンです。1番吉村、ここは確実に仕事を果たしました。広島大学ファーストダウン10、ボールオン相手陣32ヤード。タッチアップ。ここでパスによって見事タッチダウンを重ねる形に成功しました。広島大学クォーターバック16番プレーアクションから奥に走り込んだ21番にパス。21番これを見事にディフェンス振り切りノーマークでキャッチしまして、そのままエンドゾーンタッチアそしてキックも決まりまして1点追加、広島大学35点、島根大学6点とその差広がっております。見事なプレーアクションで私も釣られてしまいました。振り切りましたノーマークの状態で16番、その奥走り込んで同じくノーマークだった21番へのタッチダウンパスを通しまして、見事タッチダウンを重ねる形になっております。素晴らしいプレーアクションを決めましたのは16番の太田でした。立命館森山高校出身4回生。そしてこれを取りましたのは21番の湯気でした。佐賀西高校出身の3回生です。そのタッチアンを挙げた広島大学のキックオフで試合再開となります。さあ島根大リターンに入る、スイッチした、ナイスリターン。ここで素晴らしいリターンを決めました。11番がキャッチしましたが、ここですかさず10番にスイッチ。これが相手の意表をつきまして、10番が一気にハーフウェイまで返しまして、この位置からの攻撃になります。
と。さあ島根大学自陣47ヤードからのファーストアウト。さあまずランプレー、キャリアゼロ番トスを受けて右オープンへランプレー、そこから縦に切り上がりまして約6ヤードから7ヤードのゲインを果たしています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。一人一人が素晴らしいタフなプレーをしております。しかし本当に全力プレーでしょう。選手全員には疲労とそして負傷の負担がかかってきているという状況はあります。しかし衰えておりません。その闘志衰えず未だ果敢に戦っております。島根大学セカンドダウン4。さあ中央ランプレー、しかしこれは広島が止めた。ここで密集点突破を図りまして、ランニング枠にボールを託しましたが、しかしここは広島大食い止めましてサードダウンに変えます。島根大学サードダウン3。さあ中央いった、しかしこれは広島で止めた。ここは14番にボールを託しまして中央突破図りました島根大。しかし広島大立ちはだかりましてこのラン阻止、フォースダウンに変えます。ここで島根大学が後半1回目のタイムアウトを行します。試合再開です。島根大学フォースダウン3で試合再開。パンプフォーメーションを取りました。このパントは広島大学陣15ヤード付近でとどまりまして、この位置でテイクオーバー攻守変わりまして広島大に攻撃変わります。広島大学自陣16ヤード付近からのファーストダウン10。
これは締まれないナイスディフェンス。工場並んで広島大学31番にボールを託し右オープン展開を図りましたが、ここに島根大学ディフェンスラインが殺到しまして、ラインバックが殺到しまして、このランを阻止しております。見事にタックルしましたのは島根大学55番のようです。55番の伊藤、倉吉東高校出身3回生です。パス成功。そこで広島大学はパスに切り替えました。クォーターバック16番、右に展開していた2番にパスを通しまして、約8ヤード近いゲインを奪っております。広島大学サーダウン4、パス不成功。クォーターバック16番、ここでパスを投じましたが、これはディフェンスのカバーありまして不成功となっております。ここでウォーターブレイクに入ります。本日は電波状況が芳しくなく、しばしば駒落ちが発生している模様です。誠に申し訳なく思っております。後ほどこちらの方は編集し直しまして別投稿させていただく考えでおりますので、何卒ご了承よろしくお願いいたします。さあ、ウォーターブレイクときまして試合再開。広島大学フォースダウン4、パントフォーメーションを取ります。ここで蹴り、パンタが蹴りました。パントを絶妙の高さを誇りまして、一気にエンドゾーン手前まで飛びました。その絶妙のバウンドはエンドゾーン1ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権は島根大に変わりますが、島根大エンドゾーン手前のギリギリの位置でからの攻撃という形になります。さあ、自陣インチの状況からの島根大学ファーストダウンの攻撃です。これを突破しました。島根大学ファーストダウン。非常に厳しい状況でした島根大。しかしクォーターバック2番スナップ受けるや右にスプリンターと、そして右に同じく展開したレシーバー、これを見事にキャッチしまして、キャッチアンドランで攻撃権更新です。島根大学ファーストダウン。ターゲットはおそらく36番だった模様です。見事なパフォーマンスを見せたのは2番の川口、クォーターバック厚生学園出身の1回生。取りましたのはワイドレシーバー36番の野本でした。3打松雲館高校出身の3回生です。ここでトラブル発生。クォーターバックランニバックにハンドオフをした際、ランニバックボールをジャッグルしました。確保しきれず何とか抑えましたが、結果的に倒された地点まで下がる格好になります。島根大学セカンドダウン14。成功です。ここで奥に走り込んだ3番へパスを投じました。競り合いながら3番なんとかそのボールに触れる形になりましたが、しかしこのパスを補給できずパス不成功となっています。
ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。島根大学この状況でもアメリカンフットボールを非常に見応えあるプレーを展開しております。見事というほかありません。島根大学サーダウン14、パス不成功です。パス不成功の判定です。ここでスクリーンパスを展開しようとしました。手前にいるレシーバーにパスを通し、そこからブロッカーをつけてキャッチアンドランを図らんというところでしたが、しかしこれはディフェンスのパスカットにありまして不成功となっております。ダウン変わりましてフォースダウンに変わります。さあ島根大学パントフォーメーションを取る模様です。しかしこのパントシャンクしました。結果的に陣地は自陣10ヤードを超えた位置あたりでとどまる格好になりまして、ここで攻守交代となります。攻撃権変わりまして広島大学に攻撃移ります。広島大学相手陣12ヤードからファーストアンテン。では1番トスを受けまして左オープンへスリープレー、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。ブラインドサイドブロック、背後からの不正なブロックがありました。ボールを持っているチームは相手を背後からヒットしてはいけません。10ヤード抜退しファーストダウンやり直しとなります。なおボールキャリアに関してはこの制約はありません。ボールを持っていない選手に対してのヒットです。広島大学ファーストダウン20、パス不成功。クォーターバック16番プレッシャーをかわして右にスプリントアウト、そしてそこから92番にパスを投じましたが、92番、これをキャッチできずパス不成功に終わっております。広島大学セカンドダウン20、パス不成功。今度は97番に向けてのパスでした。しかしこれもディフェンスのカバーありまして不成功となっています。サーダウンに変わります。
ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。レフェリータイムアウトを続けまして試合再開となります。広島大学サードダウン20。パス不成功。ここでスクリーンパスを実施しました。何枠1番にキャッチアンドラン図らせようとしましたがパスがわずかに乱れまして不成功。フォースダウンに変わります。さあ広島大学はフォースダウン20の状況ですがどのようなプレーを行使するでしょうか。フォーメーションを変える模様です。フィールドゴールドライキックによる3点を狙います。キックレングスは41ヤードのフィールドゴールに挑戦。キック成功。フィールドゴール成功です。非常に厳しい距離のフィールドゴールでした。しかし見事にこのフィールドゴール決めまして3点追加しまして広島大学38点、島根大学6点とそのリードを広げる形に成功しております。さあ着々と勝利の条件を揃えてきております。広島大学キックオフいたします。島根大学非常に厳しい状況ですがしかし残り22分49秒の攻撃に期待したいところです。さあ島根大リターンに入る。これは抜けている。ナイスリターン。ここで島根大も見せたリターナー11番一旦ジャッグルはしましたがそこから素晴らしいルートを取りまして中央を駆け抜けそのまま右サイドラインを獲得走。一気に相手陣8ヤード付近まで攻め上がりましてこの位置からの攻撃を得ました。しかしそのリターンによりまして負傷した模様です。現在レフリータイムアウトが入っております。見事なリターン。そしてここまでのプレーを決めておりました11番は、本来の初期登録12番の選手のようです。秋山加古川西高校出身の1回生です。これは驚きました。素晴らしいパフォーマンスこの選手見せております。さあこれを生かせるかファーストアンドゴールに入ります。さあまず10番に託しました。右オープンへランプレー。しかし密集点ディフェンス集まりよくゲインはほとんどありません。セカンドダウンに変わります。
ここでホイッスル、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。さあレフリータイムアウト解けまして、しかしここでホイッスルが鳴っています。後半2回で失礼しました。後半残り2分のレフリータイムアウトです。ここで2ミリッツオーニングに入ります。試合時間残り2分となりました。2ミリッツオーニングです。結果的には島根大はここで一つタイムアウトをうまくチョイスできた格好になっています。さあ仕切り直した形で果たしてどのようなプレーが行使されるか非常に注目といったところです。また島根大はタイムアウトがまだ2つ残っています。この意味でもまだ得点が上げられるチャンスがある、そのようなシリーズと状況になっています。さあタイムアウト解けまして試合再開です。島根大セカンドアンドトゥーゴール。さあ中央行った、ランニングバックを中央に飛び込ませ突破を図ります。しかしここは広島大立ちはだかり、ゲイン1ヤードほどに留めています。島根大サードダウンに変わります。中でプレーは止まっているため時計は回っております。島根大サードダウン残り9ヤード。さあ中央行った、しかしここは広島大食い止める。ここでホイッスル、島根大ここで後半2回のタイムアウトを使います。さあ島根大フォースダウン残り4ヤードの状況、攻撃権は1回です。しかしこの4ヤード突破すれば得点が上げれます。タッチダウンを狙うためのフォーメーションを組みました。フォースダウントゥーゴール残り4ヤード、ギャンブル。さあこのランどうか、タッチダウン、見事この状況中央突破しました。タッチダウン10番見事に鍛えまして、ここで一つ石のタッチダウンを返しました。さあまず1本返してトライ4ポイントに入ります。
ライフを見事決めました。1点追加、島根大学13点、広島大学38点とスコア変わっております。文字通り最後の1回というべきフォースダウンギャンブル、この4ヤード見事に10番タッチダウン決めまして7点を獲得するに至っております。見事期待に応えましたのは10番の村田でした。新田高校出身3回生です。さあ島根大学のキックオフで試合再開となります。攻撃権を継続するためにはここでこのキックオフで自分たちがボールを確保する必要があります。さあ広島大学はその短いキックを蹴るのではないかという判断から最前列に選手を集めてまいりました。ついて奥枠やったが広島大大きなリターンしている。リターンは31番、まるでその状況を逆らうように一気に相手陣入ったところまでリターンしまして、この位置から広島大の攻撃に変えます。実に鮮やかなリターン決めましたのは広島大学31番の辻村でした。虎姫高校出身の2回生です。高校時代はサッカーを経験していたということですが、虎姫高校は、かつては、現在もございますが滋賀県北の方では非常に有名なアメリカンフットボールの強豪校でした。関西大会でも何度も決勝に進んでおります。部員が少なくなり現在は単独活動難しくなっておりますが、しかし北陸においてアメリカンフットボールでは名だたる名門校の一角でもあります。広島大学相手陣43ヤードからのファーストダウン点。ここで広島大エースが見せました。この状況ランニングバックは1番ハンドオフを受けまして、その一気に中央突破、その相手ディフェンス振り切りましてエンドゾーン落としでタッチダウン。このキックを決めまして1点追加、広島大学ラクーンズ45点、島根大学13点とスコア変わっております。まさにこの勝利をさらに決定づけんと、そしてここにここから先へ進みます決勝にそののろしを上げるかのような素晴らしいランを決めました。1番の吉村でした。恵那高校出身4回生です。さあしかし試合は続きます。広島大学のキックオフで試合再開となります。さあ島根大ギターに入る。さあ今度はスイッチをフェイクして右奥に展開を図りました。11番スピードに乗って相手をマクランとしましたが、しかしこれは広島許しません。島根大学を自陣20ヤード付近に封じ込めましたが、しかし島根大この位置からの攻撃に入ります。
島根大学自陣21ヤードからのファーストアウト。ここでホイッスル。島根大ここで後半最後のタイムアウトを行使しました。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。島根大学ファーストダウンテ、2ダウン、時計を回します。島根大学ここで自らの試合を終わらせる判断をいたしました。刻一刻時計は進んでいっております。しかしこの判断も潔しとさせていただきたいと思います。それを総称していい素晴らしい戦いぶりを島根大に見せました。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして広島大学45点、島根大学13点で広島大学決勝進出となりました。この結果、広島大学が決勝へと進みます。両チーム双方を称え合っております。素晴らしい戦いを演じました。敗れました島根大、素晴らしい戦いでした。得点では言い表せない素晴らしいプレーが散見する見事な戦いぶりでした。ナイスファイトでした。広島大学下馬評通りの見事な戦いぶりで完勝しまして決勝進出果たしました。今季こその思いが募ります。非常に卓越したフットボールを見せております広島大学ラクーンズ。さあいよいよ決勝への進出となります。その対戦相手は現在2連覇中の山口大学です。さあこの両雄の一戦、果たしてどちらが勝利する格好になるのでしょう。この結果、10月20日に行われます中四国学生アメリカンフットボールの決勝は広島大学ラクーンズ対山口大学ギャンブラスという両ブロック1位同士の対戦となります。今季新構成となりましたそのカードにふさわしい、まさに堂々たる1位対決という形になりました。さあこれを制し中四国の代表として甲子園ボールトーナメントに進み出るのは果たしてどちらとなるか。そして悲願になります中四国勢の甲子園ボールトーナメント初勝利果たす形になるのはどのチームとなるのでしょう。その戦いぶりをこれから注目していきたいと思います。この10月20日に行われます試合も私の方で撮影させていただく形になりました。協会の方々のご厚情大変感謝申し上げます。またその後に控えます X2 の試合、広島ホークス対岡山スタンディングベアーズの一戦もお送りさせていただきます。これら含めまして中四国で行われ
ます。アメリカンフットボール、ぜひご注目いただきたいと思います。ただ残念ながら10月12日に予定されております、本日負けましたチームおよび3位以降によります順位決定戦は、私の方の事情がありまして向かうことができません。誠に申し訳なく思います。こちらの方は中四国アメリカンフットボールの公式で配信されております YouTube ライブございますので、そちらの方で配信されると聞いております。ぜひこちらをご注目いただき、彼らの最後の熱闘をご覧いただきたいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーをもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだつわものの知見かもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあ果たしてこの試合はその物語の何ページ目であったでしょうか。その続きを楽しみとしつつ、本日の配信は終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は中四国アメリカンフットボール協会の許可を得て実現いたしました。またこの配信に向かいます費用等を XEWEST の合同企画によって工面いただきました X3 がたちの戦いぶりも非常にありがたく感謝申し上げます。その配信を本日実施させていただきましたのは私道楽やり者でした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。